無言。ごめん、何もうわかる。これ書きにくいな、これ。やばい、配信始めますってやってなかった、ずっと。かけてる。しまった。書きにくい。ちょっとどうしよう。すごい、結構白映えしますね。白似合う。ごめん、みんなごめん。はい、配信スタート押してなかったから今から始まってます。今から始まったの。もう一回説明した方がいいんじゃないですか。ごめんなさい皆さん。いやすげえ慣れてるって言ってたのさっき。本当だよね。間違えて。今から始まりますというか、すでにすいません、配信ボタンを押すの忘れてたんですけど、実は5分前から始まっていました。誰か分かんないよ俺。やんちゃった。で今日は、怪我してる。うちのセールスチームが登場してくれてます。で、スナザルというフェイスペイント用の絵の具を使って顔に描きながらやってます。でこれはちょっとふざけたいっていうわけではなくて、前回下を向いて絵を描くっていうことをやってしまったので、ちょっと画面がね変わらず、ちょっと面白くないかなと思ったので、マニコロアートの取り扱いの絵の具を使って顔に描こうということをチャレンジしています。で、このスナザルっていう絵の具は、固形の水彩にもできる絵の具でして、こうやっていくのかな。でこれ、水をかけて使えます。でこれもさっきもね、実は放送されてない時やってたんだけど、こういうふうに私もう放送慣れましたって言ってさっき慣れたって言ってたよね。聞いた聞いた、それ聞いた。もうバッチリだって言った時、うん、これこういうふうに固形水彩絵の具のように使えます。で、スタート遅れてますかって水彩紙に書くこともできます。ですのでおうち時間とか、これ、これでいいのかな、お客様とかいろんな方に紙にも書くとかっていうことでお使いいただけます。18ミリ入っていて480円の、イギリス製の子供の顔に塗っても大丈夫よっていう絵の具がスナザルです。はい。で今セルスチームはそれぞれフェイスペイントをにチャレンジをしています。あ、見せた。ごめんなさいね、最初の5分私配信するの忘れちゃってたの。大変。よし、じゃあ私もやろう。で、このスポンジがありまして、今藤川さんが使っているのがスポンジですね、はい、これを半分に切ったのがこれ。あ、乾いてないでしょ。これでなんか丸じゃなくてエッジが作れるので、半分に切るとそれでペン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 って塗っていくっていうのをやってました。よし、じゃあやろうか。みんな大丈夫？気持ちいい。ちょっと一瞬話しててください。私鼻かんでくる。これもなかなか無言になるやつですね。無言になる、うん、結構いいですね、井上さん。ちょっとぽくなってきました？ぽくなってきた。これだってみんな何やってるか話してないから。ああ、そうね。あれか。まだ言わない方がいいのか。どうする？よし、やろ。私はちょっと色まだ決めてないんですな。で、まず白かな。こうやって白い。あ、なんかどこになっちゃうの？こうやって、ペペペペペペって。これ何慣れてるかみんなわかんないですよね。いや、君はわかる。確かに。なんか歌舞伎っぽくない？言っちゃった。ぽいね、ぽくね。それ以外だったらびっくりするよね。ここからね、こっから全然違くなって、びっくりする。違うものに行く方がね、うん、こんな感じ。すごい。あ、ちょっと私もあれになるな、これちょっとやりにくいかも。でバニコラートって実は水彩絵の具とアクリル絵の具、リキテックスとウィンズ&ニュートンの他にもルフラン&ブルジョアっていうオイルとか、あとシャルボネールっていう
半掛け？おろ。うん。とか、あとはある種の紙。はいはい。あとコンテアパリっていう色鉛筆とかコンテ系。あれ私何やってんだろう。コンテ？とかいろいろあるんです。持ってるな。うん。いろいろね。なんだよね。かわいいじゃん。何？あ、コンテ？そう、コンテは実はちょっとパッケージも可愛くて。かっちゃん。いいね。ね、これ。あ、監督じゃなかった。社長から。今日お題不要です。すいません。はい。社長のお題。ちょっと今日顔に書くので必死だから。高根さん終わったの？いや、まだですよ。でもみんなとこう歩調合わせないと、これ速攻早く終わっちゃうなと思って。アップの組織の隊員みたいで、ね。高根さん。高根さん、ピンクと茶色どっちがいいですか？ピンクと茶色？うん。なんかさ、これ、ね、あ、私猫になりたいんですよ。猫？猫って白。なんか目がすごい大きくなってみたい。猫。猫って白じゃなかったっけ？まあいろいろいますよね。あの今ほら映画のキャッツの CM が。ああ見てないんだよな。ちょっとで、はいはい、今日一応トークテーマがありますから皆さん。はい。何をしたら。みんなに楽しんでもらえるかな。何がいいですかね。ね、何がいいですかね。あまりこれエッジが出なかった。高内さんちょっとトークやってしててください。これ、ね、むっちゃだな。高内さんいいね。ちゃんと伸びてんのかな。これでもプロの人たちが使ったら超すごいですよね。超すごいねこれね、うん、でもノリとかいいよね。すごい、ノリめっちゃいいですね。柔らかいし綺麗に塗れる、うん、なんか私ムラできてんな。ちょっとこれ放送事故になっちゃうわ。あ、なんか赤が落ちない。コメントとかどうなんですかね。来てますよ。最初の5分やれなかったのが失敗だね。うん、申し訳ない。私ちょっと茶色にしようか。猫さんだから。猫さんね、うん、猫さん結構綺麗に描けた。え、もう終わり、うん、いや終わりじゃない。マスキングをまたしていきたいと思います。高野さん、綺麗にムってなってますね。あ、すごい綺麗。ちょっと顔ちょっと見えるかも。いいかも。猫って口元白いよね。でも、スナザルって、普段絵の具って紙だとかキャンバスとかじゃないですか。はいはい。肌って面白いですよね。そうね。なかなかできない。いや、ぜひね。うん。スナザルを？スナザルを。お部屋を。スナザル、前、あの、学校の方で、行事にできないかっていう提案したことあるんだけど、はいはい、例えば学園祭とかに、うん、そういうペイントをやって、コンテストをするっていうのをね。で、ただ、ペイントをする相手を、うん、先生にしてほしいの。面白い。まあそれは 顔だけじゃなくて手とかね、だからどこでもいいんだけど、うんうん、ね、なんか生徒さん同士も面白く、なんか先生にペイントするって生徒さんにとって面白いんじゃないかなと思って、うん、なんかこれって人にやるときって皆さんやったときあると思うんですけど、めっちゃ距離感近いじゃないですか。めっちゃ近いですね、うん、コミュニケーションツールとしてはすごいいいと思うんですよね。嫌な人は嫌だろうけど、だって触られるから。そうね、うん、緊張しますね、やられる方、僕は。そう、何回かやられたことあるんですけど。
ある、私やったこと。ああ、もう何回もある。鼻息が当たってないかなとか。あるある、そうですよね。うん、俺、人体模型やられたことあった。あれ？コミケの時か。コミケの時。あ、そっか。あと、トランプさんにもなったよね。ん？あ、そうそうそう。ああ、なりましたね。トランプ大統領ね。こうやるのかな？眉毛とか消えないかな、これ。ちょっと砂ざるの話もいいんですけど、砂ざる以外でなんかさ、バニー製品、裏話とかでもいいよ。裏話。バニー製品。あ、全然話が盛り上がらなくなった。ごめんなさいね。やっぱり、ね、なんか、ね、集中しちゃうとね。うん、あ、ちょっと固まっちゃったな。あ、お化粧してたからか。これ本当猫になるのかな。伊藤さん、そこからどっかどうやって持っていくの？ん？ここからどうやって持っていくの？ここのところとか、なんかさ、猫さんってここがむくってなってるかなと思って。ピンクと。ちょっとやばい、ほら。会話して。あっか。すごいな。井上さんすごいですね。井上さんすごいね。だいぶ。うん、できてきた？もう完成。オーケー。なんか俺もうこれ以上触んない方がいいような気がしてきた。よくわかんないんですよ。いやいやいや、わかるわかる。わかるわかる。目だけすごいですよね。熊取り。一本熊。一本熊。すごいな。正義の味方バージョンですね。あ、そう。よく知ってるな。すごいな。詳しいな。詳しいな。さすがだな。そう。力強さとやんちゃな性格の方が、そう。一本で。なんだ。これ、鼻かけばなんとかなるかな。これ、逆だったな。何が？大丈夫。もう終わったのかな、ね、終わったよ。終わったな。俺も終わったな。もういいよ、俺。じゃあ、リキテックスで何ができるか。リキテックスで何ができるか。うん、ユーザーさんに喜んでもらえそうなこと考えてください。リキテックスで何ができるか、ハードル高えな。でも、なんかまず触ってみたいです。触ってもらいたいですよね。うん、なんか あれですね。あの、ほら、混色ガイドブック。非常に認知度の低い。あれね。あれ、実はめちゃめちゃいいじゃない？本当は。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。わかりやすいですね。ねえ。3色でこんな色できんだみたいな、うん、あれが。俺入るまで色のことってそんなにすごい詳しいわけじゃなかったんだけど、うん、やっぱああやって改めて混色しても色が濁らないとかね、結構いいですよね、ああいうのね。ねえ、うん、びっくりしちゃった。あれを使って、ね、なんか今の時期だからできるようなことがある。指導ガイドしますいいんですけど。混色のガイド？動画とか？ああ、じゃあそのほらあれって順番にやっていくと色を混ぜるってこういうことですよみたいなのがこう一通り分かるような冊子になってるんで、うん、それを1ページずつねこうやってるところを配信しても面白いかな。うんうん、みんなお家にいるわけだし。ああ、そうですね。さすが。ああ、さすが。面白いワークブック。これいいっすよね。でもこれって学校しか出てないよね。そう、学校しか一般市販してない。そうですよね。うん、面白いですよね。これすごくいいんですけど、ね。すごくいいですよね。だいたい絵の具ってほら、その頭の中にイメージしてる色が
出せないみたいなところが困るっていうかね、難しいところじゃないですか。そうですね。それをこう分かりやすくなってるところが非常におすすめなんですけどね。意外にね、こうよく 見ますけどね、色相感とか、ね。そうそう、見ますよね。でもよ、やったことなんか分かんなかったけど、やるとまた発見でね。そう、ああ、こういうことなんだみたいにね。そうですよね。それを、それしかもプライマリーの 3色、3原色だけでやるって。そうそう、うん、3色でこんなできんだ。あと、なんだっけ、暗い色のね、あれとかも、作り方みたいなのも。書いてあったりとかして、非常に分かりやすいですよね、うん、確かに学生さんだけじゃなくて、うん、これから絵をやるみたいな人には非常にうってつけの、ああそう、それね、カラフル積み木、そうそうそう、これすごい良かったっすよね、欲しいわっつってもなかなかご用意ができないの、悔しい皆さん多分その普段書いてる中で自然と感覚とか経験で身につけてる、まあ書いて理解されてる方たちはそういう感じですよね。うん、そうですね。見える形でこうするとっていう、はっきり分かりやすくしてるのがガイドブックってことでいいですか？そうですね。だからそういった面で見るとその感覚ももちろんそうだけども、あのリキテックスのなんだあのバリュー値だとかクロマスとか全部載ってるじゃないですか、うん、数値化されてるじゃないですか、うん、色ごとにね、色ごとに、うん、でグレーも結構いっぱいあるから、うん、あれすごいなと思って、うんうん、グレーね、まあ、うん、グレーの幅の広さってやっぱりすごいなと思うよね、本当グレーだけでなんであんなに色あんのっていうね、うん、3から8番まであって、うんうん、あのジャワで本当は、ジャワじゃん、東京画材賞で本当は展示する予定だった王来さんのあのピースのポスター、あー、はいはい、見たかった、グレーシリーズだけで描いてるっていう、見たかった、あれは良かったのにね、うん、ですね、見たかったですね、本当見たかった、うん、で今日僕が描いたこのムーなんですけど、うん、これねロゴなんですけど、ちょっとごめんなさい、ね、学研さんにはちょっと怒られるかもしれないですけど今、オーライさんのシリーズでいくと、でーん、でーん、あー、ムーの創刊号なんですけど、これはオーライさんが描いた、リキテックスで描いた絵ですね。この原画も、ね、出る予定だったんですよね。そう、原画も出る予定だった、ね。すげえ楽しみにしてた。自分が今日ムーやったよっていうのを見せたかった。そうオーライさん、オーライさん。リキテックス、うん、ね、うん、いい初版本です、初版本さすが1979年創刊ですかね、79年、40年ですよ、40年、そっか、79って皆さん生まれてます、生まれてます、4歳でした、生まれてますね、2歳だな、生まれてないか、まだ生まれてない、4歳、これが今ぐらいのやつですね、原稿、うん、ちょっとちっちゃくなってますね、今鼻できた、あ、うん、サイズがね、サイズがね、あ、本当だ、結構トップ、日本でもトップクラスを争う月刊のね、うん、本ですからね、そんな、でもあのオーライさんといえばあれですよね、その画材賞出てくる予定だったオーラ世代でいうとガンダムもそうだったんだけど、うんうんうん、あとゴジラのポスターね、ね、うんうん、逆襲のシャアのポスターね、うん、ああそうそう、うん、あとスターウォーズも書いてますからね、あ、そう、スターウォーズもね、うん、だからだいたい知らなく、名前は知らなくても絵は見たことがあるっていう、うん、そうですね、うん、きっとあれもリキテックスなんだと思うとなかなか感慨深い、感慨深いところありますよね、うん、猫になってきましたね、なってきた、なってきた、うん、あとは何だろうな、あと、いや、なんかやっぱりそのあれですよね、そのリキテックスとかっていうと
本職ワークブックスとか面白かったら、ぜひ一緒にやりたいですよね。そうそうですね。けどまあこんな時期だから、いいですね、それはね。けど、まあ、こういう新しいこういう機材を利用して伝えられるっていうことも考えていかないといけないですよね。なんかリキテックスの講習会って一般の学校とか美術系の学校とかでもセルスの皆さんやってますけど、はいはい、一般の皆さんに向けても講習会結構やってるじゃないですか。あれどのくらいの人たち、なんかやったことない人も多分いますよね、まだね、うん、いやまあ全然多いじゃないですか、いろんな人にこうちょっと試してもらいたいですよね。そうですね、たまに言われるんですけど、その、まあ、リキテックスって、まあ、僕らの中で、ね、取り扱ってるから通常でやってるけども、アクリル絵の具って何っていう方もいらっしゃいますよね、うんうんうん、なんか水彩が風景みたいな、油絵が人物とか、ね、風景っていうイメージがあるけど、アクリル絵の具って何に使うのっていう方たまにいらっしゃることはあるけども、うん、そう、あのなんですね、難しいっていうか、アクリル絵の具ってほら油絵風にも塗れちゃうし、うん、水彩風にも使えちゃうから、うん、アクリル絵の具っていう書き方は特にないみたいなね。そうですね、あるんですよね、学校の授業とかでもそうですよね。そしたら、うん、だから水彩絵の具の代わりにアクリル絵の具を使うとか、うん、で油絵の具の代わりにアクリル絵の具を使うみたいな、うん、乾きも早いしね、うんうん、そうね、意外にこう聞いたことあるけど、じゃあそれぞれがどう違うのかっていうのがちょっと曖昧だったりね、うんうん、しますからね、うん、まあ当然そうなんですけどね、まあそこがちょっと簡単ですけど、うん、まあ、そういうところから話してかしていくと、うん、ね、改めて知ることでできる幅がちょっと広がりますからね。そうですね、うん、知ってた方がね、いろいろなこと、うん、なんか知った上であえて選んでないんだったらいいと思うんですけど、知ってないんだったら、うん、ぜひ試してもらいたい感じですよね、うん、そうね。今日超真面目なんだけど、みんなどうしよう、うん、真面目に話すんじゃない、だって、うん、あ、そっか、なんかそうですね、今でも実際にじゃあそういうのをやろうと思ったらどういう感じで広げられるかなね。まあ、出向かないといけないのはあるかもしれないけど、でもまあ体験できるそういうワークショップ的なことは多くないといけないかもしれませんね。今までとは違うところでもやらなくちゃいけなくなってくるかもしれませんね、うんうん、学校とか店頭とか、うん、とか以外でってことでね。そうですね、うん、なんか最近、プラモデルを作られる作家さんから話聞いたんですけど、うん、なんか5分ジェストあるじゃないですか、うち下地の、はいはいはい、5分ジェストがねすごく、使われてますよってこの前先生から連絡があってへえ、そう、なんかね、あのザラザラ感がすごくいいっていう話があって、うん、あ、そう、普通のジェストだとつるんとしちゃうじゃないですか、あ、で表面のそのザラザラ感だとかそういった出すのが5分ジェストがいいっていう話があって、今ね5分もね、うん、5分ジェストもリニューアルしましたからね、ね、画期的な、うん、何でしたっけ、広島のさんの牡蠣 100%、 100% 今までハマグリとかもね、殻とかも入ってたらしいんですけどね国産牡蠣 100%、 国産牡蠣 100%、 広島、そのフレーズは手紙さん、あれ講習会の時にオチとして使ってます、田添さんがそう言うから一応笑いを持っていく場所ではあったのねそうそうそうたまに俺もそれ使わせてもらうんですけど、真面目にどういう風に変わるんですかって質問が来ちゃっていやーみたいな、まあ、素材が一種類だからね、均一ですよって、うん、均一の方がいい、やりやすいですよねやっぱりね、うん、そうそう、笑うところですっていい、そうそう、笑うところですっていい先生、はい、笑うポイントが難しいんですよね。あのね、講習会って学校で講習会やるじゃないですか、うん、で大概僕らの力講習って、まあ、僕のところは多いですけど、あの新入学生最初の授業みたいな
あ、ありますね。うん、あとみんな子供も皆さんもそう、すごい独特の緊張感が。うん、隣の人ともまだそんな喋らないっていう。そう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 。いい真面目、すごいいいんだけど、なんか緊張が伝わってくるみたいな。こっちも緊張しちゃうみたいな。うん、まあ、なんか、ね、なんか騒いでもらってやった方が面白いのはあれだけども。そうですね。楽というか、楽しいですよね。うんうん、反応がある方がいいのかもしれないね。そりゃそうだね。うん、あれもなかなかの、ね、すごい手が、猫ちゃん手が込んでますね。何？猫？猫。いや、なんか分かんなくなっちゃったからさ、毛を描いてん。いや5分裁量ですかっていうコメントが入ってるそうです。5分ジェッソ、何5分ジェッソの5分は5分が裁量ですかってことですかね。広島の5分裁量、5分を裁量してあげないでしょ。牡蠣をそのまま砕いてですよね。うん、参拝になるはずの牡蠣の貝殻を砕いてですよね。うんうん、炭酸カルシウムね。自分で作ってる人もいるんですよね、きっと。ジェッソに。うん、いらっしゃると思いますね。うん、売ってますからね、5分は5分でね。うん、すごく高級な材料ですよね。うん、今日なんか真面目だな。確かにね。うん、真面目ですね。顔はすごいことになってますけどね。そう？うん。これ落とすとこまで行くんですか。落とすのもやりますよ、もちろん。はい。だってゴッホと歌舞伎役者と超常現象がいいんですよ。だって猫前髪落とさない方がいいんだよ。完成。完成？完成。完成。わかんない。ちょっとなんかさ、ここ猫ちゃんってこれペキョンってなってるかなと思ったんですけど。これ結構色出てるね。うん。めっちゃ出てる。こうやって見ると、あ、雑だな。近く行っちゃうとですね。うん。これなんかあれだね。うん。米米クラブにこういう人いたよね。いたね。そうだ。ジェームス・オノだ。あの、超真面目な話で終わりそうですね、今日。ちょっとおすすめ。おすすめアートします？おすすめアート。おすすめアート。うん。おすすめアート。でも、バニーの商品でっていうと、ちょっと今回ざっくりしすぎてたね、テーマが。いいじゃないですか。本当？よかった？スノーザルームも、こういう、今ほら、こういう世代、こういう、なんていうの、時代で、ズーム会議でこれはやっちゃいけないと思いますけど、それぞれ。うん、あの、ね、ズームで、みんなでお友達で話したりとか飲み、まあね、酒飲んだりとかしてるんでしょ、うん、使い方も、うん、やっぱしてるのかな、みんなオンライン飲み会とか。オンライン飲み会ね。オンライン仮想パーティーとかもねできるじゃないですか。あ、仮想パーティーね、うん、何が言ってこれ簡単に落ちちゃうからね。そうちょっと私半分落としてみようか、うん、落とす、うん、私半分落とすのか。スナザルオンライン大会とかやれんじゃないですか。え、何が？うん。でもさ、お顔出したくない人は？あ、そっか。そうね。まあ、それはあれだけど。手とか？顔出し OK な人は。つなざるにね、特化して。うん、すごいね。ちょっと。プロロロンって言った。あ、ごめん、おパソコンだ。私、こっち半分取る。はい。うん、はい。これは、普通のメイク落としですね。取れるのか。おお。取れた。もう取れてる。取れてる。そうそう。あの、この砂ざるっていうのは、うんうん。こう、なんていうんでしょうかね。高梨さんが前、セントラルさんのイベントで目のメイクしたときって、うん、29度の屋外のイベントで、
昼前くらいからやって、うん、夜の7時まで落ちなかったんですよ、メイクが。うん、なのでこう体から出てくる汗とか油には結構強いです。そうですね、うん、そう考えるとね、うん、外からの刺激に対してちょっとした雨でも落ちないんですけど、こうやって押さえて取ると取れる、引っ張るね、うん、そう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 。なので壊れちゃえば手でね、こうやってやってもなんもあんまり落ちたりしないんですもんね、うんまあ、引っ張る、ね、取ろうと思えば取れますけど、こうやって触っても全然、うん、そう大事ですね、はい、うん、今って突っ張ってますお肌？いや全然ない。意外にね、書いてあること忘れて、そう忘れる、そうで、それを見た人に反応されて、あそうだ俺書いてるそう、もう散々ヒゲとか書いて、うん、イベントでで休休憩だよっつって忘れて、そのまま、ね、そのまま行くよね井上さんみんなにつくつつくつ笑われるっていう経験が、そうそう、笑わせたいわけじゃなくて忘れちゃってるんですよね。うん、取れた、お、あいいですね、化粧も取れ、これならしね、ペイントして帰りに落として帰るとかもです、ね、うん、多分女性の人ならの方が分かりやすいんですけど、つけてるの本当忘れちゃうのと、あのファンデーションとかもちょっと触ったら、まあ、ちょっと粉っぽくつくじゃないですか、そんな感じですよね、うん、こう触っても取れない、うんうん、取れないけどピューとやると取れるみたいな。じゃあ半分取ってみますか、うん、僕もウェットティッシュで半分取ってみる。俺濡らしたタオル、濡らしたティッシュで取れる。どこまで取れるかな。こんな感じ、わかりますか。取れるよ、うん、でもね、みんなメイク落とし慣れてないから、まあちょっと下手だけどねすいません、ほら落ちた、ほら落ちた、そうそうそう、赤くなっちゃうから、赤が赤顔になっちゃう。例えばお洋服とかについても水性の絵の具なので洗濯機でしっかり取れます。それいいですね、うん、そうなの。だからお子様とか学校とかで使っていただけたらいいなと思うのと、なんかあれですね、実演とか店頭でやってた時は、うん、ジャズダンスの発表会変な顔してた、うん、とかで使いたいとかって言って皆さん使ってた。あ、じゃあそういうのいいですね。ちょっと学校行ってるとかだと、あのなんだっけ、ブラスバンド部というか、そういう、はいはいはい、のなんか定期演奏会にこうペイントして出るとか、うん、なんかキラキラしてる色とかグリッターとかあるじゃないですか、うん、あれな、夏にちょこっとねワンアクセントで、うん、腕とかほっぺたに描いても全然、うん、いいようなものですよね。そう、今回たまたま白、赤、茶、オレンジ、黄が多かったんですけど、水色系とか紫系もあるんですよね、これ32色あるんで、うんうん、で絵の具だから混ぜられるしね、色、そう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 、うんうん、赤と白あればピンク作れるし、ちょっともうこれやばいね、放送事故だよ、うん、これ放送事故だよね。時計やっぱ落ちますよね、これね。すごい。藤川さんもなんか、柱男爵みたいになってる。そう、俺、なんかあったよね、こういうのと思って。マジンガー Z です、ね。マジンガー Z だ。マジンガー Z ね。でも、今日一番良かったのは、3人が楽しそうだった。楽しいですね。楽しい。よかった、よかった。ね、ちょっとアート紹介やりましょう。せっかくだから。はい。シュッと。じゃあ、いいね。藤川さんからね。あ、そうか。じゃあまたちょっとひねって。うん。うん。大してひねりないと思うんだよな。そう、ひねりないね。ごめんね。何？声何も聞こえないわ。これね、ごめん。大学の時に、うんうん、結構中国行ってたんです、僕。はいはい。論文書くためのなんかそういうので、現地取材 で、その時に、こういうね、あの石に刻まれた、絵だとか文字に紙貼って、墨で塗るっていうのが作本ってなんですよ。そういうね、こういうアート的な作本。サリュー、
左の竜。これね、多分前に置いちゃうとマイクが拾わないんだ、ね、音拾わなくなっちゃう、ね、あ、ごめん、あ、聞こえる聞こえる、うん、素敵だ、砂流ね、すごいね、全然聞こえなくなるよ、聞こえない、全然、ごめんなさい、いやいやいや、でもなんか分かった、分かった、うん、そう、まあ、こういうのも一つのデザインだなと思って、うん、うん、素敵、顔が分かっちゃう、はい、そう、こういうの、はい、はい、OK、じゃあ次回してください、じゃあ下の井上さん、あ、上になるのかな、あ、はい、え、斜めだ、斜めの井上さん、私はですね、こちら山口明さんっていう、これ何よ、イラスト、あの作家さんですね、作家さんというか、はい、あのアーティストの方ですね、うん、最近だとあの去年大河ドラマの伊達天のあのオープニングのイラストを描いてた、おお、ああ分かった、うん、非常になんつうの、ね、細かい描写のあの絵を描く方で、これはね、うん、その人のコミックエッセイみたいな感じ、こういう感じの、ああ、イラストなんですよ。非常にすごい簡単に描いてるんですけど、やっぱりあのちゃんとこう何基礎ができてるからなのか、すごくこう簡単だけど非常にシンプルで分かりやすいイラストになってるとか、そういうあれで非常にあの今こういう感じの絵を描いてる。うん、ラテンのオープニングみたいですね、ああそうか、うん、今お気に入りの本でございます、はい、お気に入り、はい、はい、じゃあ高梨さんで、はい、僕はちょっと昨年あの一緒にイベントでお世話になったライブペイントののぼるさん、うん、うん、めっちゃかっこいい、なんか確かに。ああ、ね、かっこいいやつね。かっこいい。で、去年、イベントしたときはサーフボードにライブペイントで書いてもらって、そのね、書かれたやつを、その時見てもらったんですけど、まだうちの会社の中にちょっとまだあるんで、どうにかしてこれみんなに見てほしいなと思うんですけど、うん、いかんせん形が不定形なものでどこにも飾れない。なんか初め会社にロングボード置いてあるときびっくりした。誰持ってきたんだろうと思って。そう、週末遊びに行くのに会社に置くんじゃねえと怒られましたからね。違うんですって。違うんです。で、これバニーの YouTube にね、なんかその時の模様のビデオクリップが上がってますんで、見てください。すごい。かっこいいね。こうアーティスト、そうね、ミュージックアーティストとかを題材に書いてて、つい最近まで、ちょっとまたギターマガジンとかにもね、寄稿された絵で、ちょっと見つけられない。手に乗せるなとか怒られてたらごめんなさい。うん、そんな感じ。はい。はい。おすすめでございます。結構いろんなところでね、はい、今もライブペイントされてますので、ぜひ実際に生でね、皆さん見てほしいですけど、はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私ね、はい、あ、かっこいいな、これ、リキテックスがリキテックスアートプライズっていうのをやってまして、そこに出展してくださった能登美希ちゃんっていう、東北の黒沢さんご担当の芸妓の子です。今東京に来てご活躍されてるんですけど、
実はもう一個持ってるんだけど、今日はちょっとないんだけど。面白くない？そうか、食べ物があるんですよね、絶対ね。そう。ロールケーキの上でグリーン。抹茶ロール。ね、抹茶ロールの上でパター。グリーン。グリーンだ。ああ、なるほどか。そう。と、あとは、初めて人間のお顔みたいなのを買ったのかな、私。西川美穂さんだよね。確か、又吉さんの、なんだっけ、火花。人間想定。小説の？そうそう。を書いてる方。たまたま、これも六本木のギャラリーで、この作品ちょっと、なんか気になって買って、その2年後くらいに想定になったんですよ。そうそうそう。っていう、すごい、今でもずっと飾ってる大好きな作品です。はい。以上よ。ライブペイントとかやっぱいいですよね。作家さんがやっぱり描いてる姿見てもらいたいっていうのもあるし。見たいしね。そうですね、意外に僕ら見慣れてるけど見たことがない人が見るとやっぱりすごく不思議というかね。見に行ったよね。そうですね、結構ありきたりに見えるそうだけど、結構実際やってると、そうだ、作家さんとかに聞くと、いや私なんかみたいなことね、言われる方結構いるんですけどね、いや本当にそれずっと見てられますから、っていうような、そうそう、本当にずっと見てられちゃうから、そうですね、そこに結局行くまでもちゃんとね、構成考えられて取り組まれてるわけだから、構成の時間がね生み出す苦しさもあると思いますけれども、あそこやっぱすごいですよね、ああいうのが。なんか多分その本当に皆さんそれぞれお付き合いがあるアーティストの方って、もうジャンルがもうとにかく違うじゃないですか、それをいっぺんにみんなに理解してくださいって言いたいっていうわけじゃなくて、なんかそれぞれの良さが多分いろんなところであると思うので、ご紹介する機会があればいいなと思いますね。そうですね、いろんなとこで。ちょうど時間となりました。はい、じゃあ締めは高梨さん。うわどんな締めをするの？すげー怖い、俺来週からそういうのあるわけ？これが伊藤流ですからねしかもちょっと言ってなかったんですけど、週に1回は最低でもやりますから。え、何を？これセールスチーム編ってことは、来週は7か8だよ。来週何をやりましょうかね。何やりましょうかね。まあこれそれはね、また後で考えよう。はい、後で考えて、まあちょっと外に出てワイワイできないね、時間が続きますけど、まあそれをちょっと後押しできるようなね、一言とか道具とかご紹介できればと思ってます、ぜひこの砂ザルームもね、こんな風にしてやると面白いんで、触ったことない方はぜひ触ってみてください。すげえ面白いからやってみて OK、 はい、はいはい、それでは皆さん、また来週。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。